はい、トシチャンネルのトシキです。本日もオリックス純正の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで本日の企画はこちらでございます。はい、能見投手リアタイで使ってみたをやっていきたいと思います。はい、大変遅くなりました。能見投手の覚醒 S ランク、まだね、特訓とは全然進んでないんですけれども、とりあえず S ランクでレベル70まで到達できましたので、この時点でリアタイで使っていきたいと思います。能見投手はなんといってもこの B のフォーク、そしてツーシーム。このツーシームフォークがかなり効果的に使っていけるかなと思います。そして美しいワインドアップから放たれるストレート。こちらもしっかり見せていければなと思っております。それでは試合早速どうぞ。はい、ということで同点ではございますが、能見さんをマウンドに上げさせていただきました。相手のバッター岡本さんからですね、しっかり抑えていきましょう。はい、ではまずここのツーシームですね。オッケー。そしてこの美しいフォームから放たれるフォークボールも見せていきましょう。オッケー。切れ味抜群。そしてこのコースにズドンとまっすぐと。オッケー。いいですね。さあ、強力なバッターが続いていく。ここツーシーム、ズドンでいきましょう。オッケー。さあ、フォークボール、外すぐらいでいいよ。オッケー。さあ、高めに、切れ味抜群のまっすぐを。はい、気を取り直していきましょう。オッケー。さあ、インコース打ちました。はい。切りました、ファールボールです。さあ、ツーシーム。オッケー、ライト。能見さんに申し訳ないことになってしまっている。さあ。スライダーでね、逃げていく感じも見せていきましょうか。オッケー。いやー、フォークボール。なかなか手を出してくれない。さあ、ストレートまっすぐ来い。能見さん頼みます。このまま企画倒れになることだけは避けたい。オッケー。まっすぐ。オッケー。ナイスサードフライ。まだね、1点ぐらいで抑えるんであれば、全然良きかなと思いますので。あとはね、自分のバッティング次第なんで。オッケー、ナイスボール。いいとこ入ってきた。いいとこ入ってきましたよ。オッケー。さあ、まっすぐ。ベストピッチ。ナイスボール決まった。ナイスボール。ナイスボール。この回点は取られましたが、中村どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうです。打った、伸びていく、はい、打ちました、いい打球だ、伸びていく。はい、ということで2試合目、リードの最終回の場面で能見さんを挙げていきたいと思いますが、いやー、見ての通り2連投のためスタミナゼロです。なので、なんとかね、ここ、抑えていきたいんですけれども、ちょっと状況的にはかなり厳しいところであるんですけれどもね、残り2アウトなんでね、ここはしっかり抑えていただきましょう。今すごくいいね、ボール入りましたね。オッケー。かからなさすぎて相手困惑しているか。オッケー。さあ、どうしようか。ここはスライダーを高めに浮かせて。オッケー。ライト？ナイスピッチ。さあ、あと森さん。はい、この左バッターね、連続左バッターに対して、能見さんのね、強さを見せていきたい。オッケー、ナイスピッチ。ありがとうございました。エンディングいきましょう。はい、ということで、本日は能見投手をリアタイで使っていきました。能見投手ね、1試合目はホームラン打たれてしまったんですけれどもね、素晴らしいコースにまっすぐを投げて三振を取ったり、でリードの場面でね、ヘロヘロになりながら、2連投をかましてくれて、しっかりセーブも上げてくれました。
能見投手はまあ覚醒選手ではあるんですけれども、まあ、ツーシームフォーク持ちということで、オリックス純正のリアタイの中継ぎ陣には十分食い込んでくるかと思います。さらにね、フォークが B 級種となりますので、まあ、リーグでもね、まあ、3600で、極みにもね、比較的しやすい選手なので、しっかり入ってくるかなと思いますので、獲得できた人はもうしっかり育てて、まあ、オリックス純正のオーダーにしっかり加えていきましょう。ということで本日の動画をこの辺とします。このチャンネルはオリックス純正、殿堂入りを目指してオーダー強化を進めております。皆様から応援していただけると嬉しいです。サブチャンネルもやっております。動画の概要欄から行けますので、よかったら興味がある方は見てください。ということで本日はこの辺で、バイバイ。